今日は前田市の大道芸が行われております。こちらの方は演奏と踊りが行われておりました。今ちょうど終わったところです。町の中で一番人通りが多い通りになります。多くの飲食店がつながっているところです。小さな子どもさんが大勢集まってました。向こうは109のビルが見えます。こちらはちょうどお米に文字を書くという昔から この職人技を披露しているところです。何者の皆さんが注文をしております。その向こうもそれぞれこの伝統技を見せてくれる人たちが集まっております。町田市のこの中央商店街のところから案内しました。終わります。今日は町田市の大道芸が行われております。普段からこの通りは非常に多い通りですが、とりわけ今日は人がこのそれぞれの大道芸の行われているところで人が集まっているところで終わります。